ワープマンですよ。え、知らんわこれ。もともとね、ワープ&ワープっていうゲームのリメイクですね。何これ、宇宙に人浮いてるやん。はい、あの、なんでしょう、 上からだけじゃないですよと。え、四方から敵がやってきますよみたいな。いいってついてる、何あいつ。これ文字が増えていくんですよ。エクストラベムかなんかのいう名前ですね。あの左のところにあるのがモンスターで減っていくってこと？そうですね、あの敵を倒すと面食りとかなるんじゃないですかね。でこれ2種類あるんですよ。爆弾も置けんねや。はい、宇宙ゾーンとこの迷路ゾーンみたいなのがありまして。うわー、何これ、なんかね、トマトや。どこですか？さっきトマトの、あ、電話や。電話ちゃいますよこれそういうゲームの音ですよこれ別にワープしなくてもいいんですよ、うん、このままゲームを続けてもいいですし。うん、何これ面白そうや。面白かったんですよ。でも全然知らんで、これ昔発売したやつですよ。これ駄菓子屋に置いてた、このゲーム。駄菓子屋にはこれな、昔のありましたよ。あった。はい、ワープ&ワープの頃はそれをゲームセンター嵐がやってましたからね。へえ、漫画化もされてんねや。漫画の中で出てきてましたね、ちゃんと。うわ、この爆弾気持ちええやん。そうですね、それはあの他のゲームでもできますよ、爆弾だけやったら。ボンバーマンとかになってくる。そうですね、そちらの方を爆弾メインでやらせていただければ。ああ、そうなんだ、はい、そっちで楽しんでいただいても大丈夫です。へえ、結構遠距離まで行く鉄砲やなこれ。宇宙空間やからちゃいます。どこまでも行くんちゃいます。あ、もうこんな話すね。出た、名作来ましたよ、ドルワーが。本ないとクリアできへんやつや。そうですねゲームセンターにもありましたもんね、ドルワーが。あったあった、なんかセーブカードみたいなのもあったんちゃうかな。それ最近ちゃいます。なかったっけ。昔はもう100円積んでましたよ、どこまで行けるかって。はい、でそれクリアできるかどうか。でもその親切じゃないですよね、昔のゲームなんで。やっぱり謎は謎としてあるんで、うん、どこをどうやったらクリアなんやろうっていう考えながらみんなで攻略していってたイメージがありますよ。宝箱を一回突くとかもあったよな。はい、絶対分からへんよな。分かんないです通過するとかもあったな。はい、壁全部撫でるとか。そんなありましたっけ。あったあった、ツルハシ、金のツルハシかな、取ってからかな。はあ、はあ、壁一周するっていう、スルッと撫でるっていう部分うわー、これマジシャン気合やったわ。あー、これもう凶悪ですからね。悪いよなこいつ、でも一応盾持ってますからね。盾は防御できるもんね。盾防御できんねんけど、とっさのことはもうできへんもん。無理ですよね。あ、出た。ああ、うまいことやってます。わあ、これはもうよくご存知なんですね。うん、何回もこの塔にチャレンジしてる人ですよ。うわ、最後ね、最後の敵がドルアーガーやったっけ。まあ、あのドルアーガーを倒すために行くんですけど、ドルアーガーの上にももう一つ手やったっけ。あったんちゃいましたっけ。火に当たってんだよ。でもあの鎧が違うんですか。縦で行ってんの。なんか来たよ。これドルワーガこれでしたっけ。違う、今のがドルワーガでした。そうやろ。一番最後にやっつけへんで、どういうことやねんなあ、裏。あ、裏目。わ、だって僕ドルワーガクリアなんかしたことないですからね。普通そうやで。僕10面ぐらいで終わってますね。でもなんかこのドルアーガの塔がスライムっていうのを弱くしたって言ってたよ、はい、あ、もともとそうですね、ロールプレイングスライム強かったですね昔は。あ、ロープレイでもあったやん他の。ロープレイはスライム結構強いキャラで出てましたね昔は。そうなんや、はい、こっからドラクエとかも弱くなってもった。そうですね、残念ですね。ほんま強いね。ほんまはめっちゃ強いですよ、スライム本気出したら。だってこんなふにゃふにゃしてるやつどうやって戦うねんみたいな。あ、剣聞けへんとかみたいな。はいはい、ありましたからね。うわ、これ流行ったな二人用で。バトルシティ懐かしいですよ。もう真っ先に自分の旗やっつけるやつとかおってんな。泣いてんねんみたいなやつが自分で穴開けれますからね。なあ、はい、レンがやりすぎやってって言われるのこれ。あ、
な面もありましたね。あった、なんか干してた。早いやつ来た、早いやつ来た。危ない、もうないよ。そうそう、ないよ、ないよ、ないよ、よくないよ。考えなさい、もっと。位置的にそこちゃうやん、みたいな。あの赤いやつがアイテム。ああ、そうですね。懐かしい。これもリメイクやったと思いますね。あ、なんかのタンクバタリアンやったような気がしますね。でもリメイクって聞くとトム・クルーズが噛んでんのかなって思ってくるな。まあ今ほとんどそうですね。だから結局はこのゲームもトム・クルーズが持ってる可能性はありますよね、うん、あ、映画化権を映画化権をあ、マッピーやん。あ、マッピーこんな出っ歯やったっけ。マッピーはそうですね。あ、プーか。はい。で、他にもあるはずですよ、もっと。他にも出てくる。他にもありましたね。リブルラブルとかもあったんじゃないかな。リブルラブルって何それ。リブルラブル、あ、こんなんあったんや。自分で麺作れんの。はい。うわ、ナムコって書いてもうた。うわー、すげー。めっちゃ好きやんこの子ナムコね。しかも絶対負けないですよこれ負けへんし、麺クリアできへんしやな。できへんし。何これ。スターラスターですよ。これすごいですよ。何それ。だって何していいかよく分かんないですもん最初。乗ってるやん。なんか OK、 コム OK、 ENG OK って出てる。はい。ロケ行ける、ロケ行けるやん。 ENG でしょ。 ENG OK って。その ENG OK っておかしいじゃないですかそれ。何、違いますよ。エネルギーですよ多分。あー、ほんまや。コムはコンピューターちゃいます。ラッドは、まあランダムにこうやっていこうぜみたいなもうその辺になったら分かんないですけど。でも左にエネルギーあるで。そうですね何よこれ。すごいですよ。敵の球がね、変化球みたいな、ダルビッシュみたいな感じなんですよ。曲がってくんね。曲がってきますし、すっごい唯一じゃないですかねこの頃、宇宙空間で孤独感を味わうゲーム。うわーうわー、一人で乗ってる感がすげえ高いな。はい。うわー、危ない危ない危ない。避けれないです基本。バッツーラ。はい。もうマニュアルも不親切だったんで、何していいかなんとなくしか分かんなかったんですよね、うん、え、これをやっつけるってこと。ここに行くってこと。ここ、あ、ロックオンって書いてある。これ最後の星ちゃいますかね。地球みたいなところが。あ、なんか飛んできた。ゲットキー取った。はい。なんかそんなん集めるんですよ。ああ、7つの鍵を集めてみたいなこと。で、宇宙ステーション行って、なんか。うわあ、すげえ曲がるやん、弾。はい。これ酔うな。そうですね。これ 3D なんの。一応疑似 3D ですね。へ、宇宙の孤独感。うわあ、チカチカする。ああ、これできましたよ。2。これ2好きやった。なんか俺、ディグダグ2好きやったな。村上レオやってた俺。え、村上、それは駄菓子屋さんですか。そう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 、ご存知村上で。いやいや、誰も知らないですよ村上さん逆に僕らで言うたら孫兵衛ですよ孫兵衛が、孫兵衛ですよ。うわー、どうすんのそれ。これもうガンガン始末して。うわー、気持ちいい。これ多分平和な島を守るゲームなはずなんですけど、島がどんどんなくなっていくんですよね。そうやな。はい。島なくして持てるよな。安易な考えですよね。うん。そして誰もいなくなったみたいな。そうですよ。自分だけですからね。残ってるのは。夕日後バックに、ディグダグ終わりですよ、もう。うわ、どっちするこれ。どっち行く。あー、隙見て逃げた。逃げられ、あー。あー、まあ最後悟ったんでしょうね。おお、どうすんの。敵をこっちに寄せといてみたいなこと。あ、確か割れ目のところは総戦と取られへんとかすんのあったんじゃん。一気に割れ。おお、これやりますか。気持ちいい。これ気持ちいいですね。うまいですね、やっぱやってる人。この子うまいな。はい。あら、どうするんだ。どうなんの。めっちゃ気になる。あ、逃げられんねや。あ、やっぱそこの辺ディグダグと一緒や。そうやもんな。寂しいですね。うん。
もうちょっと遊ぼうって思うよな。これも純粋なパズルゲームですよ。へえ。あ、わかった。これ確かね、難しかったと思います。相当。あ、どうなの？あ、落ちた。あ、うわー、すげえ。これ子供じゃわかんないですね。あ、なんか出たよ。あれ出口じゃないですか。いや、なんか壺出てたのに。壺は取らない。あ、ひしゃげさせよんねや。そういう、やっぱね。なんか出た。ああ。やっぱ空想する会社ですよ。え？空想する会社なの？はい。ナムコットは。ナムコットはそうですよ。確か寝る前に空想しろとか言うてませんでしたっけ？へえ。空想は頭の肥やしとか言うてはりましたよ。へえ、言うてはったんや。はい。ちょっとあの、うんちみたいな感じでかかってんのかな思ってね。空想と肥やしとか。うんうんうん。寝る前にするのは何やと。うん。じゃあ空想でしょと。へえ。ちょっと業界人、エセ業界人的なノリですよね。空想みたいなことですよ。まあ言ってる意味がわからなかったらこの場合流していただいて結構なんですけど。それはもう聞いてる人に任せよう。まあでもこれやりごたえがありますよね、こういうのね。これゴールしたことあるの？ないです。